ね、風が気持ちよい時期ですよね。最近取材を受けさせていただいたんですけれども、最近楽しみは何ですかといった内容で、夜風に当たることと言ったんですよ。夜風に当たること良くないですか。最近今までだったら寒くってね、冬の時期とかは厳しかったんですけれども、夜の風に当たることによって落ち着く時間帯じゃないですか。うん、ね、ちょうどいいですもんね。ぜひ皆さんも夜風に当たってみてください。風邪をひかないようにしてくださいね。